どうも、モノマネ芸人の村瀬です。お久しぶりの更新になりまーす。ごめんなさい。今回ですね、ドラマモノマネ、春ドラマ、一発目ということで、月9をやりたいなと思いますので、ラジエーションハウスのドラマモノマネになります。久保田正孝さん主演の作品なんですけれども、個人的なおすすめとしてはですね、丸山智美さん、広瀬アリスさんのモノマネが、個人的には気に入ってますんで、その辺も楽しみにしていただければと思います。いいですか ?2 ヶ月ぶりの更新ですけれども、あくまで雰囲気モノマネです。本田翼さんに関しては特に雰囲気ですから、お楽しみいただければと思います。それでは行きましょう。ラジエーションハウス春ドラマ一発目です。スタート。でね。詳しい検査をさせてください。お願いします。いい写真撮らせてください。小野寺技師長、酒臭いっすよ。上司がそれってどうなの？朝からピシクピシクうるせえよ。朝も身だしなみですよ。自分も新人じゃないんで。私、診療部長兼放射線課長の鏑木です。五十嵐しおりです。僕のこと、覚えてませんか？どなたですか？警察呼びますよ。痛い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 。もう筋肉痛がひどくて。それ、技師の仕事じゃないから。IVR の知識なら、俺ら誰にも負けないんですけどね。我々の画像があれば、失敗のしようがありませんから。カーテーテルつなさ。細かすぎちゃって。IVR は、私が行います。すぐに検査をやめさせろ。医師ではない君たちに、検査する資格がない。一人じゃありません。僕たち技師が、サポートに入ります。五十嵐さん、ありえないですよ、あんなこと。医者同士の相談、技師さんは技師さんの仕事。よかったです。お医者さんと一緒で。僕、医者って言いましたっけ？僕、紐です。奥様の、詳しい検査をさせてください。奥様は取り扱い注意です。医師は医師、技師は技師です。いつかできるといいですね。その時は笑てんか。私はずっとここにいたわよ。AI つな。あなたたち、遺族のためにあるものじゃないじゃん。AI、人工知能ですよね。バカか。AI、こんな勇気でさえ知ってるぞ。思い出したんですよね。檜山先生、妹のこと。ぐわぐわしいこと言ってんじゃないわよ。あんた気持ち悪い。パイセンには、部長には僕から言っておきます。私は、診療部長の立場から、彼の行動を管轄することはできません。五十嵐さんの意見が聞きたいです。この間行ったご飯、美味しかったね。また行こう。あなたのことはそれほどでも。10万円払いますから、取らせてください。先輩として、トリミングしました。この写真見て。そう、藤崎沙羅の不倫報道の写真。違う、それじゃない。例えるなら、真っ暗な立体迷宮。肝臓が破裂しているということは、何者かの暴行が考えられます。直樹君、三橋にやられたんだよ。この検査に、一人の少年と一人の母親の未来がかかってます。邪魔しないでいただきたい。あなた方の社長ほど、ラッキーな方いませんよ。檜山先生率いる救命チーム、天勝先生率いる放射線チームいますから。大丈夫じゃない？あんた気強いんだからさ。五十嵐さん、これなんですけどどう思います？そろそろ教えてくれてもいいんじゃない？母系校出身のあなたがなぜ医者じゃなくて技師になったのか。なぜ私を待たなかった？坊ちゃんの技術で、彼女の技術で、なんで？なんであなたがここにいるんですか？まあ、すいません。またすいません。またこのボケ子変態。あー、ラフ、あー、ちゃん、イエーイ。はい、ということでご覧になっていただきました。おすすめやっぱり広瀬アリスさんですね。春ドラマ、これからね、立て続けにボン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 作っていきますから、楽しみにしていただければと思います。そしてリクエストもください。よかったら感想なんかも待ってます。そしてチャンネル登録してください。